タカラトミー・タカラトミー・アイビス株式会社、タカラトミー・アイビスは、株式会社タカラトミーの連結子会社。タカラトミーグループである、株式会社、タカラトミービジネスサービス、株式会社タカラトミー・エンジニアリング、トミー・コ産株式会社の3社が合併して、設立された。タカラトミーの英語名称は、トミー・カンパニー。 リミテッドと全身の宝を含めておらず、タカラトミー・アイビスにおいても、英語名称はトミー・アイビス仕様、リミテッドと旧宝の名称を含んでいない。なお、本社は東京都葛飾区、青戸の旧宝本社に置かれている。タカラトミーは2014年5月に、意識改革、商品改革、ビジネスの構造改革の3つの改革を柱とする。 新中期経営方針を発表し、ビジネスの構造改革の一環として、同年9月24日に、情報システム開発、運用や、アフターサービス業務などを手掛ける、タカラトミービジネスサービス、玩具などの開発、生産支援を手掛けるタカラトミーエンジニアリング、不動産管理などを手掛けるトミーコ産の3社を、合併することを発表した。2014年11月1日付で、 タカラトミービジネスサービスを存続会社とした上で3社が合併し、タカラトミーアイビスが発足した。栃木県三部町おもちゃの町にあった、トミーコーさんの本社は、タカラトミーアイビスの事業所となった。タカラトミー公式ショッピングサイト、タカラトミーモールは、タカラトミービジネスサービス時代から引き続き、タカラトミーアイビスが業務を自宅している。ありがとうございます。